演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら、本日のドラクエイレブンスイッチ版ドラゴンクエストイレブン水彩紙と剣と S の発売日ですが、そのゲームの前に私がローソンでスライムとエンカウントいたしました。どれも美味しそうなスライムだな。さすがにちょっと顔は入ってないみたいですけど、どれもラムネ味、ヒューガナツ味、黒ゴマ味、どれも独特なわらび餅ですね。これは気になりますね。ではこのスライムちゃんたち、まずポピュラーに合うかな。ちょっといい感じにラムネの香りしますね。いただきます。スライムたちをやっつけた日常演舞、100の経験値を得た。ラムネ味はもっちりとしてわらび餅の中シュワッと弾ける爽快感のあるラムネの風味が広がっていて、とても美味しかったです。ラムネあんなのかな、あんというのはちょっと新しみですね。こちらの点数とさせていただきます。で、続きましてはヒューガナッツ味。これはラムネとは違う柑橘のさっぱりとした酸味が口の中で広がってきましたね。こちらも甘酸っぱくて美味しかったです。ではこちらの点数とさせていただきます。見た限りこれが一番人気があるみたいで数が少なかったですね。そしてこちらのメタルスライムわらび餅、黒ごまの香ばしさが口の中に広がってきましたね。わらび餅のもっちり感はどれも同じなんですけど、香ばしいのまた違って、これが一番好みでしたのでこちらの点数とさせていただきます。やっぱりメタルスライムはなかなか合えないから貴重な一番なんですかね。さっきみたいに少なかった、これが一番少なかったですけど、はい、スライムわらび餅どれも美味しかったです。そしてブラックイレブンのゲーム実況の方もやっていきたいと思います。そちらでもスライムがすでに体験までいっぱいエンカウントしてますけど、残念ながらメタル君とまだ会えないんですよね。まあリムルテンペストみたいなスライムが出てきたら困るのですが、ご視聴ありがとうございました、コメントしていただければ、そしてよろしければゲーム実況の方も見ていただけると嬉しいです。演舞編、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。